緊急事態宣言の解除については、5月14日を目途に、専門家の皆様に、その時点での地域ごとの感染者数の動向、医療提供体制の状況などを改めて詳細に分析、評価いただき、その上で、諮問委員会の意見も踏まえ、可能であると判断すれば、期間満了を待つことなく解除する考えであります。具体的な会議のスケジュールまでは決まっておりませんが、適切なタイミングで専門家の意見を聞きながら対応していきたい、こういうふうに思っています。専門家のご意見を踏まえた上の判断となりますが、可能であると判断をすれば、それが特定警戒都道府県であるかどうかにかかわらず、期間満了を待つことなく解除することも可能である、こういうふうに考えています。